若松、俺はわしの水びらやないけ、人のもへじったらあかんがな。これは私のですけど。ジャガジー若松、踊り仮釈放が決まったんやってんな。羨ましい話やないけ。また岩田のいびりが始まったぜ。仮釈が決まったやつは必ずやられるんだ。立ち役で誰も手を出せねえ、いことにやりたい放題だ。うん、なんだこりゃ。それは子供に第三木工所の余り木で作ったんです。おうかい、シャバで待っとるガキへの土産かい。甘いんじゃボギー言うとったら若松、わしがおるうちはまともな体でシャバには出さへんで。分かったか。くっ、己のビクビクした面見てとイライラするんじゃ。おらどかんかい、偽物ちゃうど。ちくしょう、ちくしょう、岩田誤解しろ。若松、わしに手あげた、ええ根性しとるやんないき。なめるんじゃねえ。どうした、何事だ。事故や。若松のやつケツまずいてカンナで顔削ってしもうたんや。何、そうやそうや、事故や。みんなも見とってやろ。どうなんだ。事故です。そうです、間違いありません。
とにかく担架だ。担架を持ってこい。医務室へ連れて行くんだ。足元には気をつけなあかんの。ほんまですね。おあめげん、わかがえしら、リキオ、ほんとで、一体何の真似じゃい。足元に気をつけな。ボギー、わしは大和田組の岩田やど。若頭、落ち着いてください。やがし、力王みたいなカスに栄養にされて黙っとるんかい。そやけど若頭、力王は役ネタや、関わらん方がええです。ああ、そうや、元ボクサーやった平松もボコボコに言わされて未だにベッドの上や。こわもての監視家て力王にだけは手出さん。あいつの強さは波やない。ああ、その通りや。わしらはシャバに出るのを願うとるが、あいつは違う。あいつら地獄へ行くのを楽しみに待っとる男や。だったら地獄へ送ってやったらいい。そうや、坂東やったら力をやれるかもしれん。坂東、あの馬一頭狂ってしまうという坂東か。坂東の面罰はいつやねん。明日だよ。ちゃんとお前の絵図通り手は打ってある。お手当て今月も先生の口座に振り込ませとこ。ああ、助かるよ。しかしあまり派手にやらんでくれよ岩田。バンドが暴れだしたら手がつけられんからな。心配いらん。役ネタ一人出まうだけや。聞いたか、若松のやつ包帯で首を吊ったんだとよ。岩田がガセネタチン殺して仮釈が取り消されたらしいぜ。若松もつくづく運のねえ野郎だな。はあ、真面目一途の信用組合の職員だったのが、産気づいた女房を病院に連れてく途中人を引き殺しちまった。普通なら交通刑務所送りのはずが、引いた相手が警官だったおかげで B 級へ落とされちまったんだからな。ああ、もうすぐ女房と子供に会えるはずだったのに。裏もんかりちゃこうとはな。仮釈放ってやつだ。死んでも罪は残っている。手錠をはめたまま棺桶送りにするのが規則なんだ。何をする。やめろ、サイガー、やめるんだ。うわ、死んでも罪人じゃ若松が浮かばれねえよ。飯を腹いっぱい食わしてくれるとよ。力をハンバーグにしてやるぜ。やってみな。殺すんや、バンド。力を殺しても追加権にならんように梨はつけてあるからな。貴様もこれでしまいじゃ。こうなったらわしが言わしてもだろう。力を締め。ああ、
が背負ったカルマは俺が地獄へ運んでやる。往生しろや。サイガー、何をしとるか。来いサイガー。待てや兄さん、サイガー力王とかの往生したいのはあんたの方じゃないのかい。さあ来るんだ。昨日夢を見た。右手に六芒星のある少年が母の墓を唱う夢を。死んで母親のもとへ行きたいと思っていたのか。自らの命を絶てば己の主君王も絶たれると思っておるが、だが人は皆己の主君王と戦い、カルマを果たすまでは死ぬことはできん。それがこの世に生を受けた人間の務めじゃ。捨てる命ならわしが預かろう。人は皆己の宿業と戦い、カルマを果たすまでは死ぬことはできぬ。出ろ力王、面罰だ。毎晩うなされてたようだな、サイガー。毎日懲罰房の壁とにらめっこしてると、どんな雑な神経でも夢を見るもんだ。夢は心の鏡だ。さしずめ、お前のは百鬼夜行の地獄絵図ってとこかな。こいつの経歴は、本籍地東京都港区塩金、貿易商西賀道臣と妻悦子の一人息子。学習院中等部卒業後、私立開成高校入学。おお、東大進学率ナンバーワンのエリート校か。小中学校を通じて特に目立った点はなく、高校では音楽部に所属しフルートを担当。得意科目は数学、物理、音楽。大学受験を目前に控えた高校3年の冬、突然失踪。失踪？失踪から2年後の昨年暮れ、横浜市桜木町の路上で暴力団江南組系の手配師を殴打、下半身麻痺の重傷を負わせる。以上です。2年間もどこほつき歩いてた。金持ちの跡取り息子が順風満帆のエリートコースからエスケープするには相当の訳があるはずだ。答えろ力王。後半の時だんまりを通し続けたそうだな。手配師たちをポンコツにした時は一体何だったんだ。ほれ、両親からお前宛に手紙が来てるぞ。今日の親子のめ、お前は永遠に私たち夫婦の息子だ。この写真を見て楽しかった幼い日々を、そして父さんと母さんを思い出してほしい。一日も早い帰りを待っている。泣かせるじゃねえか。管理部長様、ベロンしやがって。彼やる力王、てめえ一体何者だ。あのバンドと言われ一撃で倒したのだ。どう見たってただのゴロツキじゃねえ。何のためにここへ入ってきた。
いい。ごじわりやって、なんなら貴様の両親呼びつけて痛めつけてもいいんだぞ。地獄を見るためだ。あいつ、この野郎、許してください。うるせえ、分かってんだよ。俺たちのタバコ販促を監視にチンクロしやがったな、てめえだろうが。そんなことしてません、本当です。ふざけんな。てめえにチンコロされて懲罰食らったやつは一人や二人じゃねえんだ。仲間売って点数稼ぐ野郎は許せねえ。勘弁してください、何でもしますから。私は誰にも逆らいません。邪魔しい。ってことで騙されるか。てめえの都合が悪くなるとヘコヘコしやがって、助けてもらえるとなると金玉でも舐めやがる。てめえのやつはズタズタに切り刻んでやら。やめろ、イムロ。なるみさん。誰の許しを得てリンチを加えてる。誰って裏切り者を締めるのにいちいち許可がいるんですかい。おめえも懲役太郎なら誰がこの北部管区を仕切ってるか分かってるだろう。言ってみろ。なるみさん、あんたです。分かってりゃいいんだ。なるみさん、噂ですがね、あんた坂東と岩田が力王にやられるのを風呂場の隅で震えながら見てたってのは本当ですかい。やめろ、なるみさんに向かって。力王一人を抑えられねえた人斬りなるみも焼きが回ったもんだって、あっちこっちで噂になってる。北部管区は俺が仕切ってんだ。誰だろうと勝手な真似はさせねえ。あの世へ行っても覚えておきたい。さすがだな、なるみ。相変わらずいい気合だ。ついてきな、なるみ。話がある。何をするつもりだ。イモラはまだ生きてるぜ。力王釣るための餌よ。力王だと。イモラと力王は以前同じ雑居房の仲間だった。特別仲が良かったわけじゃねえが、自分と少しでも関わった人間が晒し者になってるのを放っておくはずはねえ。力王はそういうやつだ。力王、やっぱり来やがった。力王、おめえには恨みはねえが、生かしておくと人斬り鳴海の流すたる。悪いが死んでもらうぜ。番犬が。行かせい。はい。どうした力王、なぜ攻めてこねえ。村を下ろせ、勝負はそれからだ。そういうことかい。しかしそれはできねえ相談だな。あのままじゃ井村は死んじまうぞ。早く手当てしなきゃよ。畜生、なんとかならねえのかよ。あんなやつくたばりゃいいんだよ。てめえなんかと違って井村は仲間を売るようなやつじゃねえんだ。あいつは気は荒いが一本気で人のいいやつなんだ。そうだ、俺も熱を出してうなっていた時、あいつは熱の看病をしてくれた。そういや、俺も井村には借りがある。俺もだよ。俺も。
どうやらやる気になったらしい。行くぜ、力王。ガラスの粉末だ。いかには正道もクソもに勝つことだけが正義よ。なるみ、そろそろ楽にしてやるな。覚悟しな、力王。死ね、力王。力王のやつ、目に入ったガラスの粉を洗い落としたぜ。いいぞ、力王。やれ、力王。力王、力王。くそ、黙れ黙れ。貴様らただじゃおかねえぞ。これからが本当の勝負だ。抜かせ。みんな静かにしろ。なぜだ、力王。勘違いするな。俺は北部管区のボスになった覚えはない。ち、朝で。あいつだけは心底鳴海を慕ってたからな。力王め、お帰りなさいませ、所長。私の留守中、囚人たちの様子はどうでした？ああ、作業場の事故で3名、トラブルで2名が死亡しまして。1ヶ月に5人も。困りますね。囚人は国家の労働資源なんですよ。ほとんどただ同然で使い捨ての効く有効な資源なんです。日本全国の刑務所が民営化されて5年になるというのに、君はまだ役人気分が抜けてないようですな、杉山君。そもそも刑務所民営化の原点は、囚人を国家の厄介者とする従来の考えを一掃し、労働力として積極的に活用しようとする発想にあるんですよ。そうして誕生したのが日本刑務所産業、ジャパンプリズンインダストリー。幸い4年前の平成恐慌で多数の民間企業が倒産し、世の中が乱れて犯罪が急増したため、全国の JP は新しい労働力を大量に手に入れたのです。おかげで昨年度 JP は7兆円の総収益を上げるまでに成長しました。囚人1人を失うことは、その収益が1人分減ることになるんですよ。囚人は生かさぬように、殺さぬように。それが我が社のモットーです。分かってます。他に変わったことは？はあ、それがトラブルで死んだ囚人というのは、北部管区を仕切らせていた鳴海でして。何？一体誰がやった？例の6892号。
6892号、あの犀賀利休王かね。はい。杉山君、君は一体何をやってたのかね。たかが犯行分子のネズミ一匹抑えられないようでは管理部長は務まりませんよ。首を洗って待っていた前。しかし所長、あの犀賀利休はとても一筋縄で行くような玉じゃありません。普通なら自分の立場を良くしたいと思うのに、奴は自ら最悪の場所を求めてるとしか思えないんですよ。奴は死も地獄も恐れていない。え？読み？いつの間に？あの力王の目は完全にこの世を捨てた人間の目だ。奴の過去に何があるか知りませんが、血に飢えた狼の野放しはできませんな。久しぶりに血が騒ぐ。奴に会った時から狼を狩るのは俺しかいない。生き方を教えてやろうか。強く吹いちゃダメだ。軽く吹くんだ。舌を丸めるようにしてみろよ。どうした？舌は切断されている。すまなかった。もう泣くな。これをやる。これなら吹けるだろう。俺に何かくれるの？ケシの葉。これをどこで見つけたんだ？南部管区だと？西賀さん、大変だ。稽古が来る間に。怪我は軽くて、病院に着くまで意識ははっきりしてたんです。それが痛み止めを打った途端に苦しみ出して。知らなかったんだ。こんな粗悪品だとは。本当だ。誰から買った？おい、この薬を打ったのは誰だ？江南組の桑原だ。仕方なかったんだ。こんな社会情勢じゃまともな薬なんてなかなか手に入らないんだ。それに桑原さんから買わないと病院を潰すと脅されてるんだ。こんなところをうろちょろされては困りますね。ここは一部の者しか立ち入ることのできない極秘工場なんですよ。驚いたぜ。ここでアヘンが密造されていたとはな。それを知ったからには生きてここからは出られませんよ。何？止血の壺をついた。お前の心臓はもう止まる。お目覚めのようだね、ネズミ君。あのまま地獄へ送ってやってもよかったんだが、それでは楽しみがなくなるのでね。豚どもの楽しみの餌に俺がなるとでも思っているのか。
言葉遣いに気をつけたまえ。力王君、君には聞きたいことがあってね。ここに入ってきた本当の目的は何だ。アヘンの密造の実態を探るためか。答えろ、力王。浜の手配師に殴ったのもそれか。麻薬の密造現場されて一体何企んである。俺はこの目で見てきたんだ。お前たちが密造したアヘンやヘロインで何人もの人間が廃人になり死んでいった。女も子供も。愚かな庶民どもには分からんが、現代の医療は麻薬なしでは成り立たんのですよ。まして膨大な数の負傷者が予想される戦争ともなれば、麻薬は戦略物資になるんです。だから各国の政府や製薬会社はシンジケートと手を結んでまでヘロインを買い漁っているんです。つまり戦争を準備している人間がいるということか。戦争だけじゃありませんよ。今世界中を覆っている異常気象、地球上の磁気の乱れ、世界的な規模の大変動があと数年のうちに起こるんです。だからヘロインは金銀にも勝る通貨でね、ケシの栽培を始めたのは国策に沿ったものなんです。国策？じゃあ死んでいった者たちは国家の犠牲にされたのか。国家の存亡の前には少数の命など取るに足らないちっぽけなものなんですよ。自分たち以外は人間と思っていないのか。貴様らこそ豚以下だ。うわあ。人間には支配するものとされるもの2種類があるんです。君にはそれを分からせてあげねばならないようですね。まだ君を殺しはしませんよ。犬のように我々に屈服させるのです。囚人たちへの見せしめのためにね。おい、力王のやつ、もう5日もの間飲まず食わずで懲罰房にいられてるんだとよ。なんだって。ああ、所長に盾ついたんだとよ。しかしいくら力王でも飲まず食わずじゃ1週間も持つはずはねえ。地獄を恐れねえ狼も今度こそはしまいかもな。てめえら、作業中にペラ回してんじゃねえ。あのね、死んだお母ちゃんが言ってたの。人間は死ぬとカモメになるって。本当かな。本当さ。お父さんとお母さんは空からケイコちゃんを見守ってるはずだよ。次に行くときはこいつを食べ物の中に仕込んでやれ。ナルミの仇を撃てるぞ。今度は舌を切るぐらいじゃ済まないよ。
みたいに皮が剥がされとるわ。 こいつは黄泉の爪にやられたに違いねえ。朝もついてないやつで、入所してすぐに何かまずいものを見たとかで黄泉に舌を切られ、今度は皮を剥がされちまった。力夫、何？力夫が逃げた？自分で鎖を切ったようなんです。バカ野郎！そんなのが言い訳になるか！大変です！南部管区が火事です！何？南部管区が燃えてるぞ！あれは園芸ハウスのあたりだぞ！なんだこの甘酸っぱい匂いは？この匂いは、もしかして…俺の消し畑が。力夫、貴様か、ハウスに火をつけたのは。お前たちのカルマは俺が灰にする。やっぱりそうだ、この匂いはアエンだ。じゃあ、あの噂は本当だったのか。温室で化粧を栽培してるってのは。このまま刑務所なんて丸焼けしろ。そうだ、やっちまえ。囚人たちを沈めなさい。一人残らず懲罰房にぶち込むのです。はっ。消し畑はもうダメです。火をつけたのはどうやら力夫のようです。何、力夫だと。おのれ、杉山君、非常事態警報0号を発令したまえ。0号、早くしたまえ。こうなったら力夫ごと消し畑の秘密を葬るのです。おお、とどめだ。死ね、力夫。異常事態警報0号発令。今度こそ締めだ。何もかも地面の底だ。力夫、てめえ不死身か。
所長、中央艦船を主人たちに占拠されました。な、何？所長をぶっ殺せ。リキオ、やったぜ、俺たちもよ。撃つな！俺がいるんだぞ。今だ、やっちまえ！所長、リキオ、貴様、豚どももこれで終わりだ。くそ、所長。やめろ、要求があるなら何でも聞いてやる。わしと手を組まんか。消し畑などわしらの仕事のほんの一部に過ぎない。この世界を動かし支配するもっと大きな力に通じているんだ。お前もその力の恩恵を受けたくないか。首輪を欲しがる狼がどこにいる。別の地獄が俺を待っている。みんな世話になったな。